こんにちは、即会式の久保です。今回はね、一つのクイズ、頭の体操になるんですけども、これ、赤白棒クイズとでも言うんですかね。えっとね、下に文章書いてますけども、どういうことかっていうと、4人の人がいるんですよ。4人の人がいて、このある部屋に入ってます、こうやってね、ABCD と。その部屋には、こうやって仕切りがあって、この仕切りは、 右からは左右、左から右、見えないようになってます。だから本当に何も見えないんですよね。この A さんっていうのは、だから独房に入っているような感じで、誰の姿を見ることもできないんですよ。で、今回の問題は帽子の色ってことなんですけども、自分のかぶってる帽子の色も見ることができません。帽子の色は赤、白がそれぞれ2枚ずつあって、合計4枚です。よろしいですかで、 B くん、C くん、D くんはこのように階段状に並んでいて B くんは A くんと同様誰の姿も見ることができません。ね。で、C くんは B くんの姿を見ることができるんですよ。だから B くんの帽子はわかります。D くんは C くんと B くんの 帽子を見ることができます。だから二人の帽子を見ることができる。一番有利な位置にいるのが D 君ってことですよね。さあ、この条件でですね、一番最初に自分の色の、帽子の色が分かったというふうに手を挙げるのは誰でしょうかそしてその理由は何でしょうかっていうのが問題なんですけども、これの回答をこれからお話ししていきます。まだ知らない方はね、ちょっと10秒ぐらいこう置きますので、 どういうふうに考えていくのか、組み立ててみてください。もしくは、一時停止ボタンを押してください。それでは、回答を申し上げます。一人一人の立場になって考えていきますね。えっと、まず、A 君は何の可能性もありません。誰の姿も見えないし、残り3人がいることはわかるんだけども、壁の向こうにいるっていうだけで何にもわかんないんですよ。当然、声や音を立てることはできません。A 君は孤立無縁で何もわからないまま、終わりということになります。<laughs> B 君は A 君と似たような感じなんですけども、まあ、誰の姿も見えないんで何とも仕様がありませんよね。C 君は B 君の帽子が見ることができるんですよ。で、B 君は、あ、白い帽子被ってるなって認識できます。白い帽子は被ってるんだけども、自分の帽子がそれによって白なのか赤なのかはわかりませんよね。だって1枚しか見えなくて残り3枚あって、残り3枚は、あのー、 赤、赤、白っていうことが分かるけども、それ以外分かりようがないですよね。だから、C 君は B 君の帽子の白いのを眺めてるだけです。で、D 君はどうでしょうか ?D 君はですね、B 君、C 君の帽子が赤と白っていうことが分かります。でも、A 君の姿が見えないので、結局自分の帽子の色が分からないんですよ。さあ、ここまでが一つの条件。 前提条件です。その次に、誰が分かったって言い出すかなんですけども、これね、C 君なんですよ、答えは。なんでかっていうと、C 君は自分の帽子の色分かりませんよね。で、目の前に見えてるのが B 君ってことは分かります。でもね、後ろに控えている D 君が、問題、答えが分からないってことはだんだん分かってくるんですよ、しばらくすると。あれなかなか D 君が分かったって言わないな、ということは、 目の前にいる B 君の帽子が白。自分の帽子が白ってことは、残り2枚はどっちとも赤なんで、D 君自身が自分の帽子が赤ってことは確定するから、分かった赤だって D 君が言わないとおかしいなと思うわけですよ。じゃあ言わないってことは、多分 B 君が白で自分自身が赤だから、残り2枚も自分自身を含めて D 君は白と赤が残ってるから自分自身の帽子がわからない っていうふうに迷ってるんだろうなというふうに C 君が気づくわけですよ。ということは C 君から見るとなるほどなと。目の前の B 君は白。自分が赤だから D 君は分からないんだなってことに気づくんですよ。だって B 君と C 君が同じ白だったら D 君はあ自分は残り2枚どっちとも赤なんで赤でしょってすぐ答えれるじゃないですか。すぐ答えないってことは C 君はなるほど。目の前の B 君は 白、自分は赤だから D 君は難しいんだなと思うわけですよつまり自分が帽子がね B 君とは違った色赤だってことが気づくわけなんですよよろしいでしょうかね。<laughs> 以上でございます。